運賃改定は昨日付で認可され、来年1月20日から反映されます。福岡市や北九州市でこれまで170円だった初乗り運賃が210円になります。一方で天神から博多駅の間などで運行している150円バスは据え置かれます。改定後の運賃や定期券の価格など詳細は12月15日に西鉄のホームページなどで公表するということです。西鉄は新型コロナの流行以降、利用客が戻らないことや燃料費の高騰を理由に今年6月、国に運賃の値上げを申請していました。